ブエノスアイレスを持つーダ環境が立つ。船体中央部に2本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は2番煙突後方の後部マストと全部マストの基部に1機ずつついたクレーン計2機と2本1組のボートダビットが片原4組ずつ、計8組により運用された。 上部構造物の四隅に張り出しが設けられ、そこに複方である 15.2cm 方が棒立ての、ついた、炭素方がで隅に1機ずつ、計4機が配置され、原則甲板上に 12cm 速射方が棒立ての、ついた、炭素方がで、片元3機ずつ、計6機が配置された。後部マストで、上部構造物が終了し、その下の後部甲板上に2番手法が1機。 配置された。手法として、当時の日本海軍の防護巡洋艦、高砂や装甲巡洋艦の手法に広く用いられていた、アームストロング1904年型2 0 3トル速射砲を,を採用していた。その性能は1 1 3 4ラムの砲弾を最大行角30度で1 8 0 0 0ルまで届かせられた。この砲を新設計の連装式の砲塔に収めた。 砲塔の不行能力は、行角30度、深く5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。は、建造元のイタリアが、イギリス企業に依存していたため、 アームストロング1892年型 15.2cm 速射砲を採用した。この砲はイギリス全土球戦艦、ロイヤル、サブリン級やイタリア全土球戦艦、レウンベルト級の副砲にも採用されている優秀砲である。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角15度で 9140m まで届かせられた。この砲を砲がで 原則形スメート配置で、計4機を配置した。不行能力は、行角15度、深角3度である。旋回角度は、原則方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に近接火器として、 1895年型1 2トル速射砲を採用している。その性能は重量2 0 4ラムの砲弾を最大行角20度で9 0 5 0ルまで届かせることができた。この砲を単装砲がでの不行能力は行角20度、深角3度で旋回角度は150度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限を受けた。 砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分5から6発である。他に落ちキス四4.7センチメートル気砲12機。対艦攻撃用に45センチメートル、魚雷発射管を単装で艦首に1門、減速水戦下に、片言2門ずつの、計5門を装備した。ありがとうございます。